第3代サウサンプトン伯爵ヘンリー・リズリーは、イングランドの貴族。ウィリアム・シェイクスピアのパトロンだったことや、第2代エセックス伯、ロバート・デバルーの側近だったことなどで知られる。1594年の頃のサウサンプトン伯1573年10月6日、第2代サウサンプトン伯爵ヘンリー・リズリーとその妻、メアリーの間の長男として、サセックスのコードレイハウスに生まれる。 1581年に父の死により、借位を継承した。ケンブリッジ大学と法学院で学んだ後、1590年頃から女王エリザベス一世の宮廷に使えるようになった。1600年頃のサウサンプトン博の肖像画文芸者の保護に熱心であり、特にウィリアム・シェイクスピアのパトロンだったことで知られる。シェイクスピアとは、ダービー伯爵 ハーディナンド・スタンリーを通して知り合ったとされ、1593年に出版されたビーナスとアドーニスト1594年作のルークリース両辱は金銭援助のお礼としてシェイクスピアからサウサンプトン博に検定されたものである。また1593年にダービー博と海軍大臣一座のパトロンである海軍卿のエフィンガムのハワード男爵チャールズ・ハワード ペンブルック博一座のパトロンであるペンブルック博、ヘンリー・ハーバートとオックスフォードの夕食会であったことが記録され、この場にいたとされ、夕食会の雰囲気を参考にしたと言われる、シェイクスピアが作った、恋の骨オリゾンで、ストレンジ男爵とサウサンプトン博をモデルにした人物が登場している。宮廷内では、女王の長身である、第二代エセックス博、ロバート・デヴァルーの側近であり、 1596年から1597年にかけてのエセックス博のカディスとアゾレス諸島への遠征に従軍した。1598年にはエリザベス一世の女官であるエリザベスバーノンと密かに結婚したことで女王の不況を買い、エセックス博の弁護も虚しく、一時彼女と共にフリート監獄に投獄されている。1599年3月から9月にかけて、 エセックス博率いるアイルランド反乱鎮圧軍に従軍した。この際エセックス博はサウサンプトン博を鎮圧軍の騎兵隊司令官にしようとしたが女王が許可しなかったためエセックス博の個人的友人として従軍することになった。しかし結局この鎮圧軍は反乱鎮圧に失敗しておりエセックス博とサウサンプトン博は9月にもロンドンへ逃げ帰ってきた。 エセックス博への女王の寵愛もいよいよ失われ、宮廷内の権力は、ロバート・セシルに傾いていった。不満を抱くエセックス博派は1601年1月末から2月初旬にかけて、サウサンプトン博の屋敷に集まって、陰謀をくわがてるようになり、2月8日にクーデターを、決行した。しかしその日のうちに鎮圧されて、エセックス博とサウサンプトン博は、 ロンドン島に投獄された。二人は2月19日に裁判にかけられ、大逆罪で死刑判決を受けた。この時、エセックス博は、自らの死刑を受け入れる代わりに若い、サウサンプトン博に女王の慈悲が欲しいとこうた。これが功を奏したのか、サウサンプトン博は、ロンドン島終身投獄に減刑されている。クーデター前日の2月7日、エセックス博一味は、 シェイクスピア所属の劇団区内大臣に一座に金を払い民衆を先導する目的でクーデターと背因にこつけたリチャード二世を上演エセックスクらが逮捕された後一座は事件関与の疑いで政府から取り調べを受けたがおがめなしに終わっている。1603年にエリザベス一世が崩御してジェームズ一世が即位すると直ちに釈放された。 剥奪されていた借位も回復し、1604年からは、ハンプシャー知事に就任した。さらにかつて、エセックス博が所持していた、ワイン輸入税の独占権も手に入れている。1605年からは、バージニア植民地や、東インド会社の経営などに参加して、主に植民地関連で活躍するようになる。1618年頃のサウサンプトン博ジェームズ・ウィッセイの、 宮廷内では、第三代ペンブルック伯、ウィリアム・ハーバートらと共にプロテスタント派として行動し、初代のサンプトン伯爵ヘンリー・ハワードや初代、サフォーク伯爵、トマス・ハワードらカトリックのハワード家と対立した。後に、初代バッキンガムとなるジョージ・ビリアーズがハワード派の、初代サマセット伯爵、ロバート・カーにとって変わるのを支援した。 30年戦争に志願兵を率いて従軍していた、際の1624年11月10日に、オランダのベルヘン、オプゾームで戦病死した。愛病家であった、彼が、ロンドン島に投獄された際、愛病のトリクシーも一緒に、牢獄で過ごせるよう嘆願し、これを許されたという。1581年10月4日に、父が死去し、以下の借位を継承した。 1601年2月19日に大逆罪で有罪となり、借位没収。1603年7月21日に借位復活。1598年にジョージ・バーノンの娘でエリザベス女王の女官であるエリザベスと結婚。彼女との間に以下のご死を設ける。ありがとうございます。